何を持ってきたんですか。せーの、じゃーん、メリークリスマス。僕もサンタが良かったんだけど引っ張る側だから僕もう開けなくていい普段は結構視聴者の方にあげることが多かったんだけど、俺たち内でプレゼント交換しよう。うわー、小学校の時やったよこれ。あの、ま、集まって右に何回回すとかさ、あ、こっち左だ。そんなツッコミやる。友達の家とかに集まって音楽かけながら、うん、やったやった。持ってきたの？ということでね、今何を買ってきたかちょっとあのニュアンスで伝えてほしい。例えば俺だと、どうだったの？マリアナ猫のトイレだチョコバナナにかける上からのチョコ。あー、ぽい。これ持ってたらみんなでも楽しめるし自分でも楽しめる。おー、俺はもうね、今すぐにもらった人使える。これ多分もらったら将来のことはっきり分かる。見てみんなの顔見て。僕は結構楽しみだ。そう自分ではよく買わんものをやっぱ人にあげたい。裏を返すのはいらないものじゃない。ちょい読みしすぎだよ。僕はまああのもう見たら分かっちゃうんだけどさ、さっき買った。うん、さっきが。じゃあ今は、今もうバレバレなんですけど、開けてすぐつけてほしいなって。あー、おー、一緒じゃん。そう、私は開けてすぐは使えないんですけど、冬みんなの体にいいようなものをチョイスしてきました。一番まともな自信ありますよ私。待って結構まともよ。俺も一番まとも。俺結構まともよ。めちゃめちゃ私も結構まともよ。俺だってみんなむしろ自分のところ回っていっても自分が欲しいと思うでしょ。待って、これ音楽にのやりながら、うん、あの回していく感じで。はい、の、おもおもやばいやばい。え、重たくないか。いいね、いけよ。そうだ。ダメ。じゃあしゅんくんのプレゼントからいきます。言わせて、俺のやつは今すぐ使えるんですよ。絶対今日中に絶対やってください。おお、絶対今日中に。うん、うんちだからね。今うんちだよね。うん、出た。え、開けます。うーわ、え、もうしゅんくん、あのクリスマス。いや、最悪。いや、あともう一個。うわ、この人アメとムチ。アメとムチやな。アメとムチ使いこなすタイプだからな。スピーカーです。おお、めっちゃいい。おお、防水なんでお風呂とかでも大丈夫。めっちゃいい。ありがとうございます。じゃあ開けます。せーの、ポン。あ、なんだ、何。いい、飴だ、飴。うん、シャンプー時。おお、ひめ。お風呂で使うやつ。そうです。おお、プロダクト。おお、プロダクト。いいですね。これはワックスなんですけど、ワックスとしてじゃなくても使えるってお店の人が言ってます。サンドクリームにもなるよ。これは、それはドロパック。気になってた。それはミニサイズだから、気に入って、あの、いいなって思ったら大きいサイズ。あ、分かった。かわいい、かわいい。すごいいいと思う。見て。え、すげえ。スリッパだ。スリッパと靴下。かわいい。かわいい。サイズ的に多分この二人無理だって言ったの。あ、本当に。いいよ。無理。今んとこあれだね。いい感じ。いい感じにいけてるよ。ええ。まずはこれ。メッセージカード。いや、普通にスタンプカード。何入ってる？それはまあ使ってみたいな。うおー、すげえ。かわいい。え、これ蓋？蓋付き。やば。え、かわいいんだけど。え、すげえ。めっちゃいいよ。めっちゃかわいい。これ家にこうやってちょんと置いてるだけで、うん、最強。大鳥ですよ、大鳥。僕が選んできたよ。すげえ重たいの。でもめっちゃ重い。どうで買ったの、タイガー。で、一番が、あーね、面白さ、普通やなって。ちょ、もっとちっちゃいな。そんな隠し玉あんの。うん、どう、うんちくんセットだ。しっかりこの恋愛運、金運、健康運のうんちを。おー、じゃあ次、どう。タロットカード。タロットカード。俺占い師だ。普通1800円の売ってたけど、これ3000円。皆さん、あのコメントでどのクエイさんのプレゼントが欲しかったか、うん、ぜひコメントしてください。俺的にはこれが一番だと思います。彼女がいる方は素敵なプレゼントをもらって送って、楽しいクリスマス、うん、イブ、クリスマスを楽しんでください。ということで、この動画はこれで終わりたいと思います。せーの、 See you later! バイバイ。 バイバイ。この動画が面白いと思ったらじゃあね。